エアーレギュレーターを買ってみました。ロータリー式ですね。以前ねレバー式買って使ってたんですけど、ちょっとねレバー式っていうのはちょっと調節が微妙だったんですね。結構大変だったので細かく設定できなかったんですね。なんかそれでロータリー式の方が多分使いやすいだろうなと思って購入してみました。で値段もね今そんなにこれ高くないんですね。で下の概要欄の方にリンク貼っときますので是非見てください。それでまあなぜこれを買ったかと言いますと、エア工具ね普通こう動かす時にねもうなんかほとんどのやつがオンかオフって感じでこう微妙な調節ができないんですね。で特にこのドリルドライバーっていうかドリルですね、エアのドリル、これもう本当にねオンかオフしかできないんですよ。で今日やってみたんですけどすっごいね集中してこうレバーっていうかねボタンっていうかあそこゆっくりゆっくりこうすごい神経集中させて握っていくとゆっくりのスピードもできるんですね。でもね実際そんな作業でやってられないんでちょっとね簡単に調節できないかなと思ってたので今回これ買ってみました。でドリルもそうですし、インパクトもそうだしランダムサンダーとかねあの辺もね調節するのが本体についてなかったりするんですね。ついてるそういうエア工具もあると思うんですけど、私が持ってるのがほとんどついてなくて、でサンダーで1つはねついてるのがあるんですね。ダイヤル式でホースの継ぎ目っていうかねホースつなぐところについてるのがあるんですよ。それはねやっぱりねすごい使いやすいんですね、エアの調節ができて。で他のやつついてないのにこれをねちょっと使ったらかなり使いやすくなるだろうなと思ってレバー式ではなくこのロータリー式ってのをちょっとね今回使ってみようかなと思いました。で使ってみた